やってまいりました。君の笑顔予告ホームラン、ホームランの道です。さあ今回からホームランの道の狙い撃ちパート2、今回は玉造駅前にありますマジックバード2さんにお伺いしてます。いやーパート1がね3勝9敗とちょっと残念な結果となってしまいましたので、パート2はたくさんのホームランが打てるように頑張っていきたいと思います。今回から心機一転、なみちユニフォームを変えてまいりました。今回は紅白のユニフォームで演技を担いで頑張ろうと思います。それでは早速行ってきます。はい、というわけでやってきましたのはこちらです。花のケージ、いやーなみちも今プライベートで一番打ってます。ケージで今日はホームランをかっ飛ばしていきたいと思います。できれば長柄が見たいな。今回は CRC 花のケージにてチャレンジさせていただきました。いやー当たったんだけどね、残念ながら ST で当てることができず今回は敗北です。まあ1回目は残念ながら敗北でしたが、ここから大きなホームランバンバンかっ飛ばせるように頑張るんで、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、ここで私ホームランの道からお知らせがあります。じゃん、現在私ホームランの道5ヶ月間連続新曲リリースということで、バンバン毎月縁起のいい日に新曲をリリースしておりますが、3月の9日に39というマキシシングルを発売させていただきました。現在5ヶ月連続新曲リリース iTunes Amazon にて配信中となっておりますが、マキシシングル39は全国の CD ショップにてお取り扱いいただいてます。ぜひゲットしてなみちの歌声聞いてくださいね。みんなの勝ち歌になりますように。